えー、皆さんこんにちはまあこんにちはというかもうこんばんはかな、ねええー、そういう時間になっちゃったんだけど、まあ、今日もね鎌倉本店でちょっとお話をさせていただきたいんですがあのー、今日もねあの質問にお答えしますよ。いやすげえ質問の数でさなんかさこれで一日終わっちゃうみたいな <laughs> になっちゃうからねまああのー、答えるったら答えるからねだけどあのー、まあ要するにその答えないっつ まあ答えるって書いてなかったら答えない可能性もあるけど <laughs> まあ一応ね答えるっていうものについては答えますのでねえ約束だから一応お答えしたいいと思いますでここにねまたありましたね「質問があります」と「先日別のチャンネルで政府主導のもと不動産残価設定ローンが検討されていると聞きました」と。一軒家がが万5万で買える時代が来たら アパート経営成り立たなくなると思いますがクラ倉ーたちはどう思われますかご意見を伺えれば幸いですということなんですけどもあのねこれあんまりあのローンの手法だからそんなに気にしてないね例えば車たちそうじゃん残価設定ローンでね安く買えるからといってそれを選択する人ばかりじゃないってことねで例えばあ、ね、物件の価格の変動があるものっていうものはですね えー、まあその購入の仕方を変えたからといって実質的なな価値が変わるもんじゃないんですよだからあねこれ車とか不動産が、まあ、確かに残価設定で言えばあの買いやすくなるよねでだけど要するにそれを選択するかどうかは消費者側の問題じゃんってこと。で残価設定ってのは何かっていうとその例えばねある年,ね、えー、年間使ったら 最終的にこの物件の残価で売却することを前提としたこの使用期間のローンってことなんだよね。で車もそうじゃん例えば5年間リースのように使っていて残価で引き取ってもらってその分についてはローンを組まなくていいっていう仕組みだから、まあ、結果的に同じなんだよ。でそんなこと言ったらさ昔あの定期借地っていうのがあってね で僕はあの実は定期借地については悲観的で実際うちではと取り扱ってないよねそれはまさに同じようにさ残価設定みたいなもんじゃん、ねえー、例えば50年間そこで、ね、家を建てて暮らしますだけど50年経ったら出なきゃいけないのよってことはこれ残価設定と一緒だよね50年経ったらもうその土地はさ返,しても返さなきゃいけないわけだからっていうと安定性がないよねってことで えー、さらにね銀行のローンもそうなんだけどこの定期借地の場合50年間の設定されたら50年で返さなきゃいけないわけじゃん。ってことはじゃあ最初30年のローンで組みましたで残り20年の時に売ろうとしても当然だけど新しく買う人はうんその残価残価とか残存期間が決まっちゃってるわけだからローンの借り入れができないよねってこと。 なるとなんだこれだったら所有権方が良かったじゃんって話になっちゃうわけでらにね定期借地の場合比較的僕たちが思うよりも高値の設定なんですよあの要するに、えー、まあ,あ土地の評価自体がねそれに基づいてまあ結構高く借地権を買わされてるから意外にねあのこれはちょっと無理じゃないのって言ったら案の定今全然どこもやんないでしょ。でだからそういういのと同じで 要するに、ね、定あの一般の所有権のある土地と、ね、土地建物と要するに定期借地のように期,間が期限が定めて利用する権利だけを取引する場合もあったりとかするしあ,、ね、あとは今回の残価のようにもうある一定期間まで済、えー、んだらそれを、ね、要するに残価で引き取ってもらうみたいなことになるとそれはさあのまあ局論が言うと利用権みたいなものになっちゃうよね。 クロワッサンはじゃんねやっぱりあのねリースで借りて借りてというかまあ残価設定でローンを組んで,で最終的にはそれを引き渡してで、えー、生産するみたいなことになるよね。で今あのなんだっけあれが入ってんだねあのなんだっけあリバースモーゲージねでそれもそうだよね。こ、まあ、このの物物件件ががあ,ありましたを業者が買買ううんだよね例えばで だけどこの、ね、所有者の方は売ったお金で賃貸に住み続けるわけだけどもその際にはずっとそのねえっといわゆる今度は家賃を払わなきゃいけないことになって当然家賃滞納すれば、ね、あの出ていかなきゃいけないみたいなことになるよね。っていうのと同じようでまあいろんな売り方とかいろんなことあるんだけどもあの一番分かりやすく言うとあの損してまで仕事しないよね皆さん。 で事業っていうのはねあのまあうそういう意味では利益をねあの追求する会社が多いわけだよね。っていう時に、ね、わざわざ所有権で変えてで別にローンがね組める状態の中でわざわざ背伸びして、ね、残価設定で、ね、そ高い物件買うんだったら逆に言うとさもっと安い物件で自分の身の丈に合った物件買うっていうようなのが普通じゃないのって思うわけ。 ね、そう考えるとまあ僕はこの残価のね、まあ、設定論いろいろね政府で考えていろいろやろうっていう動きがあるんかもしれないけども僕はねそんなにそのなんとかな、えー、そこに大きな影響を受けないなと。で賃料っていうのは何かっていうと所有権の物件を借りるわけでねそれは利用権だよな。で利用権っていうものについてのその、えー、賃料設定っていうのは比較的適正なんですよ。だから あね、市場性があってじゃあ果たして、ね、隣に5万円6万円で買えるその残価設定の物件があるからといってこちらの賃,賃貸を、ね、からこっちに移るかっつったらそれなななかなかないことですよ逆に言うと賃貸から所有権に移る人はいるけどもその残価設定で安くなったからといって移る人はあんまりいないんじゃないのなんで,、えー、でかっいうと賃料と一緒だからなわけだよね。だから これから先町によって一緒って何かっていうと何も残らないってことなんだよ。だから不動産を購入するっていうねあの意思というのは資本を増やす、まあうん、資産を増やすっていうねことになるので、えー、同じテーブルで語っちゃダメなんだな。で例えばじゃあうんそうだねえー、あのまあうん例えばね あの富山県では、ね、要するに不動産の所有率がすすごく高いでよね東京は不動産を所有する、ね、人たちの比率が低いですよねで不動産を所有する比率が低いってことは賃貸の市場がそこにありますよねってことなんだ。 だから秋田とかねあの辺なんかもみんな所有率が高いけども要するにそれなりの,、ね、その賃貸に住む人たちがいてでそういうニーズの中で市場性が作られてる。で東京はあ所有する人が非常に少なくて、えー、賃貸のニーズが非常に高い、ねえー、っていうことになってるので、まあ、市場性はですね、まあ、それそのどちらかというとね所得に見合ったその払える賃料で、えー、要するに えー、賃貸っていうものは決めるんでね。だからある意味では所得の高いところにの賃料は高く取れるわけだよね。でその中で市場性ってものがいつもいつも変わってるわけだから。だらそういう面でいくとその、うん、残価設定とね賃料と同じテーブルでは測れないっていうことになります。だからあーねあの逆,逆にそういうものがどんどん少んだからといって、えー、じゃあ,あ賃貸事業が衰退するのか言ったら。 それは決してそういうことはないなと思いますね。でまたあの例えば今日本の人口はどんどん減ってるわけだよね。でそういう中で今度外国人の人口がどんどん増えてきてるわけ。で,でそういう中でじゃあね人口がこうね、えー、まあ賃料とか空室問題というのは人口の問題だからね。そうすると例えば5%人口が減るとするよね。そうするとその 5%人口が減ると押、ね、しなべて日本全国5%人口が減るかってそうじゃなくてね今東京コロナの時期でも人口増えちゃってるわけですよ。でそれは何かっていうとあの他のねところで、えー、就職難になる、ね、あと会社が倒産する、ね、あとはね会社が生産される、まあ、そういう中での動きの中でね結果的に人というのは やっぱ働いていないと食えないから、あの就労のチャンスなところに移るわけだよね。で、このコロナのことも考えると、逆に言うと、で今まで以上に早くね、二極化が進むっちことなんですよ。だからある意味でその二極化が進む中で過疎化する地域と過密化する地域が二通りになるからね、ね、えー、まあ例えばアパートの投資するとかワンルームマンション買うとか。 賃貸住宅をです、ね、経営しようとするんであれば市場性のあるところに投資しなきゃもちろんダメだよってことなんだよねだからよくあの僕、ね、いろんなところで聞かれるんだけど、まあ、これからの不動産ってねあのどうなんでしょうね上がるんですか下がるんですかよくね聞かれるんだけど僕の答えいつも一緒。 上ががるるるとととこもああれば下がるとこあるんですよと <laughs>、ね、それを一色,い一色単に全体が上がるとか下がるとは言えないよねってことね、まあ工事価格見れば分かるじゃん全体的に上がるとこもあれば下がるとこもあるねえー、それはやっぱり人口の移動とかあのいわゆる需要,需要と供給のバランスで、えー、変わってくることだから、まあ、そういう面ではですね、えー、この方の質問のようにですね えー、賃貸で軽い人がいなくなるんじゃないかとみたいなことはまず全く心配なななんじゃいいかなって思いますねむしろ地方で、えーね、この間もあるう地域の人の相談に乗ったんだけどもう自分のところで投通したくないと、ね、だからまあ首都圏で先生なんとか、ね、物件返してださいなんて話になってで、まあ、結局首都圏で通して,してもらってるんだけどもその方のエリアってね ワンルームマンション、まあ、いくら遠いやつだよ。ね、いくら、まあ、15ぐらいのこのワンルームマンション、あワンルームのアパートだ。まあね、家賃1万円とかですよ。ね、それで、駐車場いくらなのと聞いたらね、駐車場6,000なんですよ。駐車場1台6,000円でさ、ね、あの、ちゃんと設備が整ったね、ワンルームだとはいえね、アパートがさ、1万円だったら、そりゃ、賃貸住宅系無理だよ。ああ、誰がいないだって分かるよね、そんなの。 というこその、まあ、残花ローンがあるとかそういうことじゃなくて賃貸は、ね、市場制っていうこと、ね、を見極めてそこに投資するってことでもう一つ付け加えて言わせてもらうと、まあ、この間もちょっとねある方が来て、えーまあ、ご自宅の、ね、近くに土地があってそこにアパートを建てる計画があってである、ね、建設会社さんから利回りこのぐらいで回せるから建てませんかと。 相続対策になりますねと言うんでえご相談に来たけどねそこは明らかに無理だよねってとこですよでだけどそのハウスメーカーさんはねえいわゆるサブリースでうちが借り上げんだから何んも心配もいらないじゃないですかって言ってるらしいんだよねでも本当上等だよねこれあのじゃあね三十年間まるまる借りてくれてで定期借家でね要するに途中解約できないような契約してくださいよって言ってみてくださいってい話なんだよ。 ほとんんど契約約者みいななそうじゃででですよ途中で解約できるだだからねあの賃料をね下げなきゃ、ね、例えば最初はこのくらいの金額で借りましたでも次の更新にはこれになります言った時にそれに応じなかったら契約解除できちゃうわけよ。とからどんどん契約解除されて口数が増えちゃうわけみたいなことが起きてるよね。でももっとひどいのさこれまあ名前は言えないけど結構まあ大手ですよ。でそれがさビル建てるんだよな。でビル建てて 1>, 1階部分をね自分の事務所で借りますよってうんで借りてくれたわけねで5年経ったらさ解約ですよでそれもさ裏通りでさねあの商店にもならないしただのオフィスとして1階の一番いいところをすんげえ高く借り,かあの借りてくれてるわけところは空いた後さ利用価値ないんだこれで募集会でもねあの事務所として入ってくれないわけで駐車場1台しかないから無理じゃんなんていうとこで 結局ずっと貸せなくてさでしょうがなくて今ね自分とこの駐車場に使ってで事務所は倉庫ですよだから全く家賃まないみたいなことが起きててさだもう本当気をつけた方いいんですよあのちゃんとした大手だよ有名なとこですよまあねあのー、そこの会社でもそんなようなことしてるんだからさ、まあ、これからねやっぱ賃貸住宅ってリスキーだから、ね、もう建てないとさやらんない会社っていっぱいいるわけだよな でそういういところに騙されちゃダメ、うん、やっぱり僕が提案したのはもうこの土地はもう諦めなさいとでむしろ売っちゃおうと言ってで売った金でさ首都圏でいいとこ買えばいいんだもんその方が数字出せば分かるんだけど小規模タクシーの評価編ってね相続対策上の数値があるんだけどこんなだだっぴろいさ田舎の土地ね持したって相続税もう丸々かかっちゃうわけじゃん。とその売却して今 ね、あのいわゆる長期譲渡税率って二十パーセントでしょ。ね、あの国税十四パーのね、えー、まあ地方税がさ六パーで二十パーセントでねいいわけじゃん。だけどこの人さ相続税五十パーセントの人がさね相続税払うために土地持ってるっていうやついっぱいいるんだよ。ねでバカだよね。だって五十パーセント払うためにさ土地持っててだよ。それでさらに相続税払うために売るでしょ。で昔は ね、それが、あのー、要するに譲渡価格のね取得費の加算になったの。だからそう考えると、ね、相続税を払うために土地持ってるなんて馬鹿げたことはやめたほいだったら今の売れるうちに直で売って、ね、20%払って現金にしてその金頭金にして、ね、あの首都圏で路線価高いとこで200平米以下の土地買った方はいいに決まってるじゃんってことなんだよ。ちょっと話はねすれちゃったけどもだからあーね まあ、いろんなその賃貸住宅の,その経営の手法っていうのがあってでこれはねあの特に賃貸住宅は立地条件が一番だから、ね、だからやっぱり立地条件の悪いところでいくら頑張ってもダメなものはダメなわけ。ねえー、それはそうでしょだって商売のる時にさ立地条件の悪いところでね横たなことあるわな要するに例えばうん山の中のさパン屋さんとかね流行ってるとこあるよ。 ね、そら車でン何時間もかけてねパン買いに行くようなまあちょっと変わった人がいるからさ <laughs> そういう市,市,市場ってのは多少あるかもしれないけどかといってみんなで山の中で、ね、パン屋さんやったって儲かるとは限らないわけじゃん。ね、だからまあそういう面ではあね日常件ってすごい不動産投資については重要なので日常件のいいところだったら、まあ、家賃がちゃんと取れるし、ね、市場性、ね、さっき言ったように、えー、賃貸の市場の多いところで えー、投資すればあそんなね、えー、5万円で買えるところができたからといって、あのーまあ、そんなに気にすることはないんじゃないかな、まあ、余計な話をしましたあということでですね質問にお答えしましたまた何かご質問あればですね、えー、お答えしますので、まあ、あの僕の分からないんでね答えることはあ自信を持って答えをさせていただきますのでまたお答えしせてくださいそれではまたこの動画はいかがでしたでしょうか 今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。